はいどうも、山口親子の仲間たちの山口やだ。今日はですね、流装チェンジャーをつけているということはですね、今日はですね、流装者のヒロイン尾崎一華さんについて語っていきたいと思います。そもそも尾崎一華さんっていう方はですね、今放送中の、キシル戦隊流装者で、流装ピンクアスナ役を演じています。はい、でとにかく彼女の元アイドル X21 のグループのメンバーでもあったんですよね。まあ、リーダーというか、この流装ダンス、ケボンダンスをね、見てるんですけど、やっぱり元アイドルですごい、運動力もすごいなーと思って、僕あのドラム見たことないんですけどね、さくらの親子丼っていう役で、レナっていう子の役をやってたりとね、まあしてたみたいで、僕がやっぱり印象あるのは、まあ、やっぱりね、キシル戦隊流装者ピンク役でもそうですけど、実はね、仮面ライダージオウゴースト編にも、尾崎一華さん登場してます。お父さんがアナザーゴーストなんですよ。でそれの娘だったかな。で、尾崎一華さんが出てるんですよね。それに僕まだゲットしてないんですけどね、あの週刊少年サンデーの24号のね、表紙もね、今回飾るようになったそうです。皆さんもね、その尾崎一華さんをね、調べてみてはいかがですか。結構彼女結構すごい、まあ、ダンスもすごいで、元アイドルだったってこともあるし、流装者のね、何話だったかわかんないですけど、そのアスナのね、歌声にすげえ衝撃だったっていうね。元アイドルで、僕もね、その X24 っていうアイドルのね、このジャスティスって曲を聴いてみたんですけど、なんか上手くねみたいな。あれもしかして演技でその音痴と見せかけてるのかなって僕は思ったんですよね。さっき一華ちゃんもね、あの可愛いんですよね、やっぱり。でもあのコーンイエローの相澤里奈さんもすごい可愛いですわけでね。まあ尾崎一華さんのね、雑誌またコンビニとかで見つけてね、買ってみようかなと思いますね。まあ少年マガジンは買ったことあるんですけど、サンデーはね、ないんですよ、ね、サンデーって言ったら代表作で、ベータって5段がありますよね。はい、それぐらいかな、僕知ってるの。てなわけでね、今日はね、さっき一華さんについてお話しさせていただきましたね。めちゃくちゃ今来てる子なんで、ぜひ皆さんも調べてみてください。ということで、山口でした。今日も動画見てくれてありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイからのアディオス。散り出したこの息吹を風に乗せて今動き出すよ。響け古い地図やクリスベで住み始めたこの時は道しぐれとなるコンパスになるから、今を越え僕らは走る。